ヒーラーって今は爆誕。治癒魔法の間違った使い方、第3話の反応集&感想どうぞ。開幕田中敦子師匠来たな。カルマで帰れま10始まった。クマを倒すまで帰ってくるなです。ヘルフレイムグリズリー。振りかぶらないで。大好き。理想的な獅子のコートし。ローズさんその狂犬欲しいんだけど。風圧で校内が広がってアババババババするアニメは名作。これで死ぬだろう。死因は団長による部下なでは草。自分で実況すんな。治癒魔法そんな使い方すんな。これこそ治癒魔法の間違った使い方だろ。これ治癒魔法なのか。不死の否定者みたいな使い方してるだろ。これすでに人間やめてるレベルで魔法使えてるのね。なんか気合で耐えたぞ。何とかなってるじゃねえか。死んでたまるか戦線。どういう理屈で無事なんだ。ボロボロだけどな。クマクマクマベアー来たって言ってるそばからいるやんけ。とりあえず放り込まれたので倒そうと思ったらいきなりフラグ回収。トリコのグルメ界初見みたいなスピード感。ぶつ切り大変盛り上がるオープニング。ボーカルが必死すぎ感あふれるオープニング。ぶつ切りアバンが大好きすぎる。この修行パートが続くとなると犬神先輩出番なさそうな感じが。ドド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 。あークマに追いかけられている。クマの姿を見てはいけないよ。クマは時速40キロに達するからな。ヒグマはヤバいって金カモも言ってた。増えてるが1対1じゃなかったわ。ブルーレッサーグリズリーまで大体のセリフがフラグになるな。ホンマギャグのテンポいいなこのアニメ。クマから走って逃げられてる時点で実際相当な脚力。ダイナミックな滝だな。滝壺ダイブ触れてた。滝壺に落ちた生きてはいまい。アイビーさんぶりの水浴びマジ。ウサトショテからズブ濡れ。てかリュックごとずぶ濡れだろ。水に濡れても硬いパン。治癒魔法で火を起こせ。1日目半裸で終了。寝ながら自分に治癒魔法をかけられるのか。自分で回復できるのは何気に便利だな。サバイバル生活2日目突入。ちゃんとサバイバルやってる。シャンフロのボーカルバニーか。ボーカルバニーは凶暴だぞ。怪我してるのか。かわいい小動物か。ウサギさんだったわ。食料が来たのかと思ったら助けるのか。貴重なタンパク源だぞ。これは治癒魔法の正しい使い方。ウサギさん、こととし代によってはやべえやつだが。もう怪我すんなよ。じゃあおいしくいただくから。テイマーだったら裁かれて売られてそう。ゴミ拾いならバラしてるし、ダンジョン飯なら食ってる。ウサギ肉ならそれなりの値段になりそう。最弱テイマー感。行動パターン見ていたら可愛すぎクライシス。言葉が通じるウサギみたいな魔物。サンラクさんって言い出しそう。変態チン野郎は野生バニー先輩の夢を見ない。あははは、どこへ行こうというのかね。仲間になりたそうにこちらを見ている。ウサギ可愛すぎ問題。これはユニークシナリオ始まったな。有能ウサギやんか。観察、今度はフリーレンとつながったな。ちゃんと観察してる。フリーレンの連れより優秀。こう見ると超可愛いな。まずはダイタル爆弾でダメージを与えた方がいいよ。いつの間にか可愛すぎクライシスしてる。親子で寝てるなら放っておこうや。ケモアニメだったのか。煮沸してない水でも治癒魔法を使えば一発よ。お腹壊してる。やっぱり生水はダメだった。生水なんか飲むから。そりゃ川の水そのまま飲めばそうなる。川の水を直接飲むのはやめません。治癒魔法ですぐ解決しないんだ。治癒魔法って食あたりダメなのか。傷は治せるけど食中毒は治せないんだ。ウサと兄貴に射程のウサギができました。ちゃんと水に当たるアニメは珍しいよな。これは相当もだえてるな。ここの水なら大丈夫だってこと。空より有能っぽいこのウサギ。ウサギに生かされてるアニメだ。うん、おいしい。ないない岡村。水場まで教えてくれる謎ウサギ万能すぎる。ガクガクブルブル。ウサギが怯えてるぞ。すげえの来た。巨大蛇だ。でかすぎんだろ。こういう水場には集まってくるからな。マジでやばいだろあれ。こいつらは相変わらずだ。かわいい。
いつまで観察するんだ。鼻ちょうちんが出るアニメだ。グランドグリズリーくんヘビにやられそう。青と白は同種で性別の違い？いつやるか？今でしょ。明日挑もうはダメなやつ。なんだ？ウサギ発情期か？ウサギさん萌えヒロインすぎない？いつしか雨は止み、そこには虹がかかるんだよな。止まるんじゃねえぞ。ウサギもペットだろ。やらなきゃ帰れないからね。待ってろ化け物、今行くからな。死んでる。うせやろ。罪のないグランドグリズリーが。獲物横取りにされたって知られる方に怯えてるの。草グランドグリズリー、嘘だよな。やっぱあのクソデカ大蛇にやられたか。丸呑みしないんだ。もてあそぶために殺した。ひでえことしやがる。マジか。命をもてあそぶの人間だけじゃないのか。丸呑みにされてるとかじゃなくて、ズタボロのまま放置だもんな。子グマは生きてたか。生きとったんかい。我子供生きててよかった。もしかして獣集めるアニメ？なんとも心えぐられる光景だ。悲しいな。処理無助。これはつれえわ。グリズリーは不安よな。ウサと動きます。初めて戦う覚悟を決めるのが獣を守るためか。ここからは大蛇狩りってわけか。治癒魔法士検定マンになりそうな展開だな。そういえばキービジュアルにクマもウサギもおったわ。犬神先輩来た。先輩出てきて嬉しい。アネボモルスってことは実は見守ってるのか。ここに謎の物体 X があれば、カズキくんハンサトくんのことになるとムキになる。先輩よりカズキの方がヒロインみたいなムーブしてんな。あのロースさんがやらせていることだから心配してるんだよな。カズキ、その水また飲んで平気なの？準備万端。ヘビ狩りの始まりである。手枝槍で。そのお手製の槍だけで大丈夫なんか。意思疎通ができるっていうのはでかいな。シャンフロみたいにいちいちやりとり挟まなくていいし。昨日の子グマ、クマの方が先にたどり着いてるやんけ。待ってろとは言ってないだろ。ヘビの作画が普通に怖い。おいおい、目の焦点が合ってないぞ大蛇。ローズ先輩よりは怖くないもんね。ローズさん、どんどん格が上がっていくな。ヘビと重ねる相手おかしくない？うつり。目が。目つぶししてもきっと期間が。ヘビはきっと期間で熱探知するってヘビ博士が言ってた。サワンが、はぁ。痛い。王の力来るか？これは確かに治癒魔法の間違った使い方な気がする。本当にド M 戦法だな。毒か？毒は治せないのか。腕は取られなかったけど毒だ。まあ毒ありますよね。どう見ても毒あるだろこの生き物。治癒魔法の正しい使い方きた。腹を壊したのも意味があったと。なんだ、腹壊してよかったな。さっきの水に当たった時に習得したのか。それが生きてくるのさすがに笑う。いくらでも自己回復できるから無謀な肉弾戦を挑める。治癒魔法って実践的だったんだな。子グマサイズ可変すぎるだろ。ここで共闘は熱い。泥臭い戦いだな。やはり筋肉は全てを解決する。これで終わりだ。はどちらかというと終わることの方が多いな。毒気を抜いてあの世へ行け。ヘビの急所っていまいちわからんよね。子グマちゃんかわうい。クマ変身して美少女にならんの？やってねえじゃねえか。生きてるやんけ。何度でも蘇るさ。嘘だろ。いただきました。野生生物の生命力をなめるな。大体ローズさんのせい。それはそう。ローズ先輩来た。ローズ来てるやんけ。悪口言ったら飛んできた。コブラみたいな登場タイミング。おいおい、瞬殺だよ。くー、頼りになるぜ。土下座来た。ケビより怖かったローズ。ペットだったのかよ。はあ、お前野生じゃなくて仕込みかよ。ローズ様の射程だったのかよ。全部手のひらの上か。ククルン、ククルカンか。で、初めから利用されてたんかい。ウサギ食わなくてよかった。改造された魔物？化け物じゃねえか。予想外、通常魔法。そんなの相手にしてたのか。鬼、人でなし、ラノベ主人公。勝てるとは思ってなかったの。ひでえ。
格上との戦闘経験。面白い男ってことよ。ウサト、ヘビと相打ち仕掛けた宿前手でも勝てそうな感あるよ。格上との戦闘経験積むどころか、さらに格上の化け物仕留める寸前まで行ったもんな。こっちはガチの一人ぼっちだ。一人ぼっちは寂しいもんな。完全に懐いちゃった。今のところも船出よりも船出してる。途端にビーストテイマーになってきたけど。やったぜ、クマが仲間になったぞ。クマキュークマゆるに続く愛玩性キグマである。さっきまで敵向き出しだったのに、いきなり命令されたからびっくりしてるの。かわいい。よしよし、女体化したキー先生に逆らってはダメだぞ。片手で抱えてる。クマごとに泣いてるやんけ。なんでクマごと片手で運んでるんだこの化け物。結局自分で運ぶんかい。ダイナミック抱えのローズさん、今夜は眠れないと。イニシン、悪口はちゃんと聞いてました。ローズさんどんだけ激しいんだ。ローズさん無尽蔵の体力で6時間腰振り続けてそうだもんな。戦場に立つ資格、死地を経験しろ。ウサト、ローズに認められた。少佐と同じ戦場に立てる資格を得た治癒魔術師、今までいなかったのかよ。魔王軍が来る。もうすぐ魔王軍が来る。きっと来る。水曜日は塾じゃない魔王軍だ。この怪しいミキシン声は？ミキシンさん、魔王が来るわ。褐色のエッチな女幹部出てきた。でかい、でかい。出た。魔王軍に一人は絶対いる。エッチな格好の魔族。八切れんばかりのデカ胸。こっちの第三分団長も捉えて、クマちゃん拷問しよう。結局本作のヒロインは誰なんだろうね。エンディング、誰だよこの美少女エンディング。フリズリーと戦闘するものかと思ったらこう来たか。意外にまともな回復魔法の使い方で勝ったな。このアニメトンチキというより意外と正統派な方面の面白さがメインかもしれん。面白い。アニメが茶引き当てたなこの作品。まさかヒーラーでこんな野生児主人公を見るとは。自分を治癒しながら戦うってありそうでなかったな。いつ味方を治癒するんだろう。治癒で効率的に鍛えただけだった気がするんだけど、なんで防御力と身体能力こんなに高いんだっけ。冷静に考えてくれ。普通の人間はどんだけ効率よく鍛えてもクマから走って逃げるのは無理なんだ。ローズ師匠、フリーレン並みにスパルタだけど安全だけは確保しているタイプか。クマを殺させるのってどうなんと思ったけど、ローズは殺せると思ってないからそういう命令だったことが分かってよかった。少佐はあんだけ攻撃力があるならヒーラーなんてやらずに普通の戦闘員の方がよほど役に立ちそう。ということで治癒魔法の間違った使い方第3話、視聴させていただきました。今回はウサト君のヘルフレイムグリズリーだっけ、多分違うけどそんな感じのクマを倒せ的な展開でした。と思ったら仲間になるんかい。キービジュアルあんま見てなかったからそれは知らなかったわ。というか動物殺しはきちいですよ。しかもあんな切り裂いた感じでさ。ローズ先輩の登場かっこよかったけど、もうちょっと早めに登場してほしかったよ。ウサギに監視させていたってのも全然予想してなくてサプライズでした。ドヤ顔ウサギかわいい。今期はモフモフとカテイマーとかいうアニメもあるんですけど、まさかこのアニメでそのエッセンスがあるとは思わなかったわ。あと皆さんのつぶやきでダンジョン飯とかならウサギ食ってたみたいなコメントが多くあって笑った。しかしウサト君はどんどんたくましくなる一方だな。主に野生児方向にだけど、生水飲んで腹壊したことを大蛇との戦いでつなげてくるのは素直にうまいと思いました。今のところ治癒魔法の使い方が全然間違ってないなって思ったけど、着地の時の使い方は間違ってるわ。間違ってるっていうか、そんな使い方できるのって思いが強いですね。なんかこの感じでめっちゃ応用効きそうじゃん。今回出てきた巨大大蛇ですけど、魔王軍に改造されたみたいなこと言ってましたね。動物改造ってマザー3を思い出す。ということで治癒魔法の間違った使い方第3話の感想でございました。なんか最後に不穏な感じで魔王軍が出てきましたけど、やっぱ魔族との戦いみたいな感じなんだ。この魔王軍は実はいいやつみたいな感じはなさそうですね。なんたって改造したりしてるし。次回からは本格的に魔王軍との戦いかな。出番の少なかった先輩も大活躍してくれることを願って、また来週。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。